です。アデノシルメチオニンとは、アデノシンとメチオニンとから生体内で合成される、生体内物質である。補欠分子族の一種で、メチル気境予体として作用する。活性メチオニンとも呼ばれる。略号はサム、またはアダメット。アデノシンとメチオニンとは、メチルスルホニウム結合を介して連結しているが、このメチルスルホニウム結合は、高エネルギー結合であり、 このメチル元がコリンクレアチニンなどのメチル化合物生成に利用される。メチル元を失った S アデノシルメチオニンは S アデノシル L ホモシステインとなる。動物では肝臓においてメチオニントランスアデニラーゼにより L メチオニンと ATP から生成される。S アデノシルメチオニンはポリアミン代謝の重要な中間体であり、脱炭酸反応により アミノプロピル体となった後、プトレシンに孵化すると、スペルミジンが生成する。スペルミジンは、アミノブチル元に孵化して、スペルミンとなる。植物においては、S、アデノシルメチオニンから、シクロプロパンカルボン酸を経由して、植物ホルモンであるエチレンが産生する。アメリカとカナダでは、サムは、サム E のマーケティング名の下で、栄養サプリメントとして販売されている。 サムはまた、ロシア、イタリア及びドイツでは、ガンバーラル、サミール、アダメット、ヘプトロルやアドミテオニンの商標で認可された処方薬として販売されている。複数の臨床試験を含むいくつかの研究では、定期的にサムを摂取することで、うつ病、肝疾患、変形性関節症の痛みと戦う助けとなる可能性が示唆されている。 他のすべての適用症はまだ証明されていない。2016年のシステマティックレビューではうつ病に対する使用の研究はあるが、質の高い証拠は見つからなかった。アメリカでのサムの治療上の使用はダイエタリーサプリメントとしての人気を得て、とりわけ1994年の栄養補助、食品健康教育法が制定された後に増加した。この法律は、 サプリメントとしてのサムの販売を許可し、従ってアメリカ食品医薬品局の薬としての規制上の要件を回避した。まず、一連の証拠は、難飲性のサムの異常な定値はアルツハイマー病の進行に重要な役割を果たすかもしれないことを示唆し、従ってサムは AD の治療での治療可能性を秘めているかもしれない。しかしさらなる研究では、 この影響はおそらくビタミン B12 欠乏に因し、B12 の非存在下で一炭素の転送を行うことができないことに因する神経学的欠陥の結果であることを示した。サムの深刻な低レベルは脳脊髄液及び検査された AD 患者のすべての脳の部位で見つかった。サメは変性性関節炎の治療で研究されてきた。サメは 変形性関節症に伴う痛みを軽減する。最適な服用量はまだ決定されていないが、サメではヒステロイド抗炎症剤と同程度の効果が現れる。続く研究はこれらの研究結果を裏付ける理由となる。傾向のサムは、徴用性状剤の摂取の3から5時間後にピーク結晶濃度に達する。半減期は約100分である。 変性性関節炎の治療に十分な効果に達するために1ヶ月までを必要とするかもしれない。構造不安定性のため、サムの安定した使用形態は経口薬として使用するために必須である。メリーランド大学は一般に用いられる塩類を一覧にすると知るもと EN、ビュートンティサルフォーネイト EN、ダイサルフェイトトスレイト EN、 ダイサルフェイトダイトスレイト、そして EN ダイサルフェイトモナ投資レイト。2008年に FDA が義務付けた適正製造基準の到来で製造業者はの自社製品のラベルに記載されているものを包含することを裏付ける必要がある。この目的を達成するかどうかは疑問視された。この検査は適切に製造されパッケージされたサムは 三年以上の品質保持期限を有することを示した。しかしながら、ほとんどの製造ラベルは二年間の品質保持期限である。サムのビュートンキサルフォーネイトジオがより安定するか吸収されやすいという表示は、通常証拠として引用された出典では裏付けない。臨床試験では異なる塩類が使われ成功を収めているが、しかし一対一で比較して公開されていない。 サムは空腹時に最も吸収される。ホイルかホイルのブリスターパックでパッケージされた徴用清浄剤は安定性を高め吸収性を向上させる。サムは劣化を防ぐために涼しく乾燥した場所で保存すべきである。治療的な投与量は 400mg 日から 1600mg 日の範囲で、いくつかの事例ではより高容量が用いられた。 選択的セロトニン再取り込み阻害薬に無反応の大鬱病性障害の患者73名に二重毛券のランダム化比較試験で6週間にわたり抗鬱剤の処方に加え 800mg のサムを1日2回摂取したところ応答率36.1%感解率25.8%と疑悪群に比較して有意な差が得られた。 メタアナリシスを含むいくつかの研究で、抗うつ薬とサム単体の投与で、応答率や効果の大きさがおよそ同等であることを示している。一部の医師は、よく内服作用をもたらすことなく軽度のうつ病を治療するために、50から 200mg、日の範囲の低用量を推奨する。消化器疾患、消化不良及び不安が、サムの摂取により生じる場合がある。 長期的な影響は不明である。サムは弱い DNA アルキル化剤である。一度サムがコリンにメチル元を提供すると、クレアチン、カルニチン、DNA、テイリボ核酸、ノルアドレナリン及び他の化合物の生成の際に S、アデノシルマイナスホモシステインに変換される。通常の状況の下では、ホモシステインはビタミン B6、ビタミン B12、 用酸が存在する状態で、最終的には、メチオニン、サム、または、システイン、グルタチオン、その他の有用物質に変換されて出てくる。これらのビタミンが十分な量が存在しない場合、サムはしっかりと分解しないことがある。結果として、十分な利益が得られず、またホモシステインが危険なレベルに増加する、可能性がある。小さな研究は、 ホモシステインレベル上のサムの一貫した影響を示していないが、しかし、より多くの研究が必要である。高レベルのホモシステインは、動脈硬化と結びついており、同様に、心臓発作、脳卒中、肝臓の損傷、場合によりアルツハイマー病のリスクの増加させる。したがって、サムと一緒にしばしばビタミン B サプリメントが飲まれる。これらのビタミンは、ホモシステインを、 他の有用な化合物へ代謝させるのを助ける。サムの副作用が不眠症であるという別の報告がある。したがってサプリメントは多くの場合午前中に飲まれる。軽度の副作用の他の報告では、食欲不振、便秘、悪心、硬活、発汗、及び不安、神経過敏を含んでいるが、これらの副作用はプラセボ比較試験で、 プラセボ群中でもおよそ同じ発生率で生じる。一部の利用者はわずか5 0ラム比で不安の増加を報告している。サムに関する広範囲なメドライン検索で、ケがんは非傾向のサムで治療された15の治療から1人の患者の相病の誘導を発見した。同じレビューで、リピンスキーは、双極性障害の2人の患者に、相病の明らかな誘導を発見した。 そうも鬱つも、寛解の後でさえも、専門を引き起こす、可能性があり、命に関わる状態となり得る。抗うつ薬は介して、相うつ病の人に相病あるいは軽装病を、誘発する懸念がある。サムは、インスリン抵抗性を減らす。このことは、蛍光血糖効果薬と併用されたとき、低血糖につながる、可能性がある。ありがとうございます。